Heaven or hell? Duel. One. Let's rock!配信の方ちゃんと見れてますかね。大丈夫ですか。音とかマイクの音とか平気ですかね。ちょっと今ジョニーがまだ来てなくてですね、俺が勝手に言ってたらですけど、ちょっとやっちゃってるんで、もしなんか不備があったら言ってください。ちょっと直せるところは頑張って直すんでお願いします。もし何か不備があったら聞いてください。ちょっと直せるところは頑張ってますんでお願いします。マイク音がダブって聞こえる。なるほど。ですね、分かんないです、ごめんなさい。ジョニーが来たらちょっと対応してもらいます。すいません。迷惑かけちゃってごめんね。俺は配信一つ満足いできない男なんだ。すまねえ。迷惑かけちゃってごめんね。俺は配信一つ満足いできない男なんだ。すまねえ。You can Daredevil. Please select your character.Heaven or hell? Duel. One, let's rock! Let's go.
小手にかけてよ。Select your character. Heaven or hell? Do you want to let rock? Yeah.
ですね、今から、トーナメント表ですね、作成といいますか、もう貼っていくだけなんですけれども、キーシャ先生と、エンさんと AGS さんって来てますかね。あ、本当に、あ、いや、来てるなら大丈夫です。エントリーの確認だけ、取れれば大丈夫なんで、一応もし来てなかったら、せっかくすごい強いチームでいいところなので、なんかもったいないなと思って、せっかく出てたら、ぜひ出てもらいたいんで、まあ、どっかね、もし見かけたら、まあ、エントリーの確認だけしたいんで、よろしくお願いします。一応もし来てなかったら、せっかくすごい強いチームで、なんかもったいないなと思って、せっかく出てたら、ぜひ出てもらいたいんで、まあ、どっかね、もし見かけたら、まあ、エントリーの確認だけしたいんで、よろしくお願いします。
Select your character. Heaven or hell? Do you want to let rock? Counter. ですね、ノブさんのチームってどうなってんだろうな。ノブさんっています？あ、ごめんなさい。ノブさんのソル、あ、ごめんなさい、申し訳ないですね。ボブさん知らないです、ごめんなさい。ノブさんってどっかで見ました？どうなってんだろうな。ソル使いのノブさんっています？ノブさんっています？あ、どうすんの？あ、そうなの、ノブくんいないんだ。一応なんかチーム名で失踪する魂っていうあのチーム名で一応一人で登録してるんですけれども、もしなんか他に2名チーム組んでるよっていう人いたら来てください。いないのでしたらちょっと一応ね、アステンが今あの3名いるのでそれでチーム組もうと思ってます。で、ノブさんが一人ちょっと浮いてるような状態なので、ノブくんがいたらどうなんかなって。あ、来ないのでしたら、とりあえずそのアステン3名でもう1チーム組んで、はい、あ、そうだ、それで なくなってきたんだ。あ、わかりました。で、アステン1チーム入れて一応全部で23チームできます。で、もうあともう少ししたらトーナメント表できますので、一応ね、
前の方ちょいちょい出て確認してもらえたらなと思います。もうすぐしたらね始まります、ジョニオの方もちょっと遅れてますけれども、ジョニオが来次第すぐ始めるような形にいたしますので、もう少々あの後試合をお楽しみください。一応ね、前の方ちょいちょい出て確認してもらえたらなと思います。もうすぐしたらね始まります、ジョニオの方もちょっと遅れてますけれども、ジョニオが来次第すぐ始めるような形にいたしますので、もう少々あの後試合をお楽しみください。来ましたので、前の方に出てあの参加者の方々はご確認ください。どうぞ、前の方に置いてありますので、ちょっと狭いですけどね、ちょいちょい見てご確認ください。お願いします。ジョニオが来次第もうすぐに始まりますので、それまで少々お待ちください。前の方に出てあの参加者の方々はご確認ください。どうぞ、前の方に置いてありますので、ちょっと狭いですけどね、ちょいちょい見てご確認ください。お願いします。ジョニオが来次第もうすぐに始まりますので、それまで少々お待ちください。ですね、一応3ブロックっていう形で作ってまして、8チーム、8チーム、7チームっていう形のブロックで作っております。
Please select your character. Heaven or hell? Do a one. Let's rock. わかりません。 Three,
ちょっとゲームの音が、おかしいみたいって話だったんですけど、どうおかしいかちょっとわからないんで、言っていただければ助かります。もう治ってないよね。あ、治ったよね。ゲームの音が、おかしいみたい。大丈夫なんじゃない、見てる感じ大丈夫そうだから。どうおかしいかちょっとわからないんで、言っていただければ助かります。もう治ってないよね。ん？治ってないよ。よくわかんねえな。なんでダメなんだ。なんかね、先輩がツイッチを流してただけらしい。それだけです。はい、じゃあ、まもなく、エントリーを締め切ったっぽいんで始めようかなと思うんですけど、もう全部書いてましたね。はい、右ブロックは、2つのブロックに分けて、ここで切ってください。はい、ではですね、大会の方を始めていきたいと思います。本日はこの後控えているのが、ドライングスランダム戦のみとなっておりますので、2セットで、大会進行をいたしたいと思います。さあ、A 番台では強キャラと噂のアクセルが頑張ってるんですが、対して強キャラじゃないと言われてるロボ界が21連勝してますね。やり込み。これは違います。これイグザードス。はい、大丈夫でしょうか。今ならまだいろいろ間に合います。まだ間に合います。まだ間に合います。どうしようかな。またこう、まずないよな。やってないからいいんだよ。入ろ、入ろ。いや、俺むしろ抜けたいし。今回 PR 全く触ってないからマジでやるんだよね。じゃあまあやります。じゃあですね、 A 番台と B 番台これが終わったら終了でお願いします。ガクさん最後勝って締めてください。わかんないですよ。翔さん頑張って止めて勝って締めてください。どっちかの見方はできない。ジョニー使ったところでですね、
相手強すぎて勝てないですよね、このゲーム。はいはい、なんでこのキャラダッシュしてんのみたいな、オーバーヘッドキス。いやー、キンジョニーが使えればなー、勝てるんだけどなー。そう、俺のデッドアングルミストファイナー下段が火を吹くぜ。いや、なんか999で出るよ、あれ。いや、うん、あ、600ぐらいだな、多分。ダウン、あのミスラインが2回当てるとダメージ乾燥するから。補聴器が稀に耐えるからちょっとね、ただ多分体力40上がってるからだと思うんだよね。このゲーム早いね。あれ、ロボ界強キャラじゃね。稼働初期にもなんかスタンプ早すぎだろ。あんなスタンプ飛んできたらやべえよ。あいつ天の尺野郎だよな、本当に。イグザードの日に PR やりやがって、 PR の日にイグザードやるとかさ、ふざけんなよ。この対戦見て格ゲー初心者お断りですわって書いてる人はですね、まあお前はどんな格闘ゲームでも上級者に乱入するのかってね、言ってやりたいですね。言っちゃいましたが、急にこんな上級者の戦いで、あ、これ初心者お断りですわって、お前初心者見て同じこと言えんのって話ですね。そう、サバンナでも同じこと言えんの理論で、お前が見てるのは動物園じゃなくてサバンナだからっていうね、返しを、したいと思います。エカトサバンナだから今だってヤバいのしかいないから。そう、今トラックのドア開けた瞬間に食われるからダメです。そう、ヤバい、ここはあかんです。ちょっとどこでもドアを開けたらもう目の前にライオンが構えていたみたいなバッドエンドです。あかんですよ。まあそういうわけでね、イグザード PR もですね、非常に自由度は高くて、面白いゲームですが、この対戦動画を見て、初心者上級者はあまり関係ありません。まあ大体やばいレベルなんで、お、すげーコナミ感で言ってると幸せになれると思います。そうオッケーです、分かってます。あれ22連勝で止まってしまうのか。ナクロボ、ナクロボ、ヤクさん22、23にしたい。そしてそれを止めたい。勝って勢いをつけていきたい。ショウさん、今ロマキャンしてた俺の脳内で。ショルケンあと2回受けるよ。これで多分駒投げしました。ほら、最後の最後にいやらしい選択肢が残っているというね、この恐ろしい。出たー、やらしい。
あれ俺の知ってるギルティギア昇竜キャンできないんだけどねえ強いマジに。